巨大なデフレがすぐそこまで迫っている。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。ウォールマートの CEO は今後デフレがやってきて来年はもう消費されなくなるだろうと言っているという記事が本日発行されました。デフレとは物の価値が下落していくことで直近数十年間インフレが続いていた米国では信じられないことが起きることになります。しかしながらこのデフレはもう始まっているのかもしれません。この記事では3年前にサンフランシスコのとある物件が 2000万ドルで売られていましたが今ではなんとその半分になっているという記事が数時間前に発行されました問題はこれまでとてつもないインフレが発生していたおかげで米国の消費者は現金ではもう支払いができずクレジットカードのリボ払いに頼りきっている状況だということですこの記事も数時間前に発行されましたが米国の消費者はこのクレジットカードの高金利により制御不能になって目を覚ますことになるという記事が発行されましたこの制御不能とはどういう意味なので でしょうか本日の物語は「 トレーダーらが市場の健全性を懸念する中、中国株の暴落が深刻化という本日発行された記事から物語は始まります。本題に入る前に投資情報のお知らせです。以前から紹介していたムームー証券ですが、12月6日から新ニーサ講座の開設受付が開始になります。もちろん講座開設取引が可能になっています。ニーサ講座での米国株売買においては手数料が無料です。そしてムームーの講座開設した人は無料で日経 CNBC の動画を見ることができる ようになりました、また本日12月6日から2024年1月8日まで、なんと最大10万円相当の人気米国株が抽選で漏れなくもらえるキャンペーンが実施されます。人気米国株が漏れなくもらえるキャンペーンというのは初めて聞きました。条件はありますが、もらえるものはもらっておきましょう。また、以前から申し上げていた取引手数料2ヶ月間無料は今回のキャンペーンでも継続しています。また、取引手数料に関しても改善されました。現行の手数料システムと並行して新手数て、 手数料システムが開始されますユーザーの取引内容に応じて自分にとって有利な手数料システムを1日1回選択し変更することができます詳細は概要欄にムームー証券さんのリンクがありますのでそちらからアクセスいただきご確認いただければと思います最後にもう一度言いますがニーサ口座の手数料が無料になりまた人気米国株が漏れなく全員に当たりますニーサ口座どうしようかなと思っている方はぜひご検討いただければと思いますそれでは本題に入りますこの記事のタイトルは非常に興味深く なぜなら、実際の経済はどんどんと悪化しているにもかかわらず、米国の株式市場参加者は株はまだまだ上昇すると思われているんです。歴史的に見て、このような経済が悪化しつつ株が買われていく環境が発生した場合、どこかのタイミングで一気に崩壊して株価は大暴落を起こしてきました。現在もその状況に非常によく似ていて、FRB がソフトランディングできるんだとひたすら叫んで、その他金融トップも経済は力強く労働市場は堅調だと言えば、それにつられて株価は上昇していきます。 しかしながらその一方で中国では全くその逆の警告が発されています。その警告の内容は中国の株式市場だけではなく世界市場が危険なリスクにさらされているというのです。 センチメントは依然としてかなり脆弱であるため市場参加者らは過去のデータとして民間指標であるサービス活動が11月は改善したことに着目していた先週発表された公式統計は製造業とサービス業の両方の活動指数が月内で縮小したことを示していたこの記事で言っているのはまさにその通りで11月という月は年末年始の前ということもあり製造業は改善するはずですそしてもう一つサービス業指数というのは製造業活動指数の遅行指数でありだいたい数 数ヶ月くらいの遅れが発生しますその上で世界中の製造業を見てみるとほぼ全ての地域にて悪化し始めている状況なんですですので月によってはサービスが強かったというデータが出てきていてもそれが今後ひたすら続くという保証は一切ありませんだから市場はこれと全く反対方向に行くと確信し始めているんですアナリストはこう述べているここ数週間の多くのニュースにより2024年の中国経済に対して疑念が生まれているマクロデータは喜べる状況ではない 販売量が依然として非常に少ないため不動産不況に対する大きな懸念は依然として残っている疑念が生まれるどころか今の状況はどこまで崩壊していくのかに投資家は興味を持っているんです1個前の動画でも中国恒大集団が実質的破産を1月末まで先延ばしにされた判決について解説しましたがちょっとした変動で全てが吹き飛ぶ非常に不安定な状況に追い込まれていますもし香港の裁判所が中国恒大集団を完全に生産したらどうなるのでしょうか物件が完成し していい始し集団が破綻すればその余波を全力で被ることになりますそしてこれは中国経済を完全に崩壊させるトリガーになりますが誰もこのトリガーになりたくないんですだから中国恒大集団を破産させる判断を先延ばし先延ばしにしているんですでもこの中国経済を完全に崩壊させるトリガーに王手をかけているものも出始めています次の物語はムーディーズ債務増加で中国信用見通しをマイナスに引き下げ といいう本日発行された記事に物語は移っていきますこの記事は今後中国だけではなく世界中の国々で出てくるという観点で非常に重要な記事となります今中国だけではなく日本も欧州各国もそして何よりも米国も大量の借金をして経済を発展させてきました中には大量の借金をしても全く経済が発展しない国もありますが基本的には大量の借金をすれば経済は発展していくはずですコロナショックが起きた時世界中の至るところで政府は大量の借金をしました それどころかコロナショックが終わってからもまだまだ借金をし続けたことで格付け機関これは民間企業ですが彼らはこう言う言んですえちょっと待ってお前ら借金しすぎじゃね借金ばっかしてないでシャキッとしろよ罰として格下げね。 こう言われてしまいましたが国としてはどうしようもないんです。だって景気が悪化してくると民間の売り上げも落ちてくるので税収も落ちてくるんです。昨日の動画の中でも税収が減少しすぎて現在は2000年の IT バブル崩壊や2008年のリーマンショックと同じレベルにまで来ているところもあると申し上げました。税収が落ちればさらに借金に頼らざるを得なくなるんです。ですのでリセッションが近づいてくると格下げされている国もさらに借金をしないといけなくなるんです。ですので問題はこの財政上格下げされる方 ほど危険にになっている国にリセッションが近づけば近づくほどさらに借金が必要になりその借金は全て民間から受けることになるんです。 基本的には金融機関ですが、ここを仲介して債権が世界中にばらまかれるんです。ここでリセッションではなく景気がいい時なら、これら民間企業も国に融資する余力がありますが、リセッションが近づいている今の状況では、国はすでに弱ってきている民間企業から大量の借金をしてもらうことになります。そうなれば民間セクターはさらに崩壊していき、下落方向に加速していくことになるんです。ムーディーズは見通しを安定からネガティブに引き下げる一方で、国のソブリン債の 長期格付けは A1 に据え置いた中国が地方政府を支援するために財政出動を利用していることと不動産の急落が中国経済にリスクをもたらしていると担当者は述べたここで言われているのは中国は今後さらに多くの財政出動が実行されることになりこれにより格付け機関が米国を格下げしたようにさらに中国も格下げすることになります問題はこうなると世界中の投資家や金融機関はもうお金を貸したくない って言うんです。一般の国の信用がなくなっていけば、その国の国債なんて誰も買わなくなってくるので、国債価格が下落していき、恐ろしいことに金利が高くなっていき、その国の通貨はひたすら下落していくことになります。 この時、この国の中央銀行や金融トップはパニック状態に陥り、焦って利下げを実行しようとします。金利を下げることで崩壊を抑制しようとしますが、ゼロ以下には下げれないため限界があります。限界に達しても状況が改善しなければ、彼らはさらにパニックモードに入ります。本来であればこの状況では、さらなる格下げが起きないように、政府は支出を抑制しないといけないんです。しかしながらもう一度言いますが、これはリセッションが近づいている。もしくはリセッション真っただ中での話ですので、 この状況の中で支出を下げるということは民間セクターの経済はさらに崩壊していくことになります。 だからパニックになっている中央銀行は禁断の方法を使うことになるんです。その禁断の方法とはさらなる借金をすることです。借金のしすぎで格下げされたのに、この状況で彼ら政治家はさらなる借金をする決断をするんです。しかしながら今の状況はそれさえもできないんです。ムーディーズの見通し変更の発表直後、中国政府はムーディーズの決定に失望したとし、国内経済は回復力が高く、ポテンシャルは大きいとして反発した。財務省は声明。 で不動産低迷の影響は十分にコントロールできていると述べたここの部分は中国政府はこう言ってくるのは当たり前でどの国でもどの国が格下げされたらみんな反発して同じことを言ってくると思いますそしてこれも当たり前のことですが格下げされたから借金をやめるなんて国もいなくてむしろこの借金は今後さらに増大することになりますそれでも中国政府は中国経済は回復力がありポテンシャルは大きいと言っていますが 彼らはどんなお花畑で夢を見ているんでしょうか一体中国経済のどこを見れば回復力があってポテンシャルが高いのか具体的に教えていただきたいぐらいです。中国国内大手格付け会社の一つであるチェンシンインターナショナル格付け会社は中国のソブリン債の見通しは安定していると述べ西側諸国と比較して中国には債務リスクの上昇をコントロールする十分な余地があると付け加えたこの言い方はどちらかというと大好きです。西側諸国のような借金大国に比べれば私たち問題ない はい、あるよこう言っているわけですが残念ながら西側諸国より断然良いというわけではなく完全に同じ状況で大きく炎が燃え盛る火事の家にいながら私たち中国は1階にいるから大丈夫いや西側諸国はお風呂場にいるから大丈夫と火事の中で言い合っているだけなんですこの出荷元は言わずもんかなコロナショックの時の金融緩和で借金をし過ぎたことで完全に火の車状態なんです。この火のの火車状態の中でさらなる借金を背負うこと こここに油を注いでいででる状況なんですこの燃え盛る家の中には民間セクターという名の家財道具も存在しておりこの家財道具も同じように真っ黒けになるまで燃やされ続けることになりますそしてこの家の火事は隣の家にも燃え移りそしてその隣と世界経済全体に伝播していくことになるんですこうした格下げや見通しがネガティブになることは悪いニュースとなり市場の暴落を引き起こすことが多いが23ヶ月後には回復しているとストラテジストは語った現在の弱気 予想よりも状況が悪化することはありえなくリバウンドやショーートスクイーズがすぐに見られるだろうこのようにストラテジストは語っていますが世界的なドル不足がどんどんと加速していく中果たしてリバウンドは起きるのでしょうか現在世界中で銀行はイールドカーブを逆転させマネーサプライが世界強慌並みにマイナスになるほどマネーが蒸発しつつありますこの状況でショートスクイーズやリバウンドは本当に起きるのでしょうか次の物語はイギリスのクリスマス商戦支出の遅れで停 成長なスタートという本日発行された記事に物語は移っていきますもうすでに年末商戦が始まる時期ですがそもそも今年は始まるのでしょうか この記事が言っているのはみんな外出せずに家に引きこもって全く消費をしていないということです。実際彼らは使える現金がないんです。ただ皆さんにご理解いただきたいのはこの記事の書き方です。Delayed spending 支出が遅れている。つまりまだ市場は期待しているんです。いつかは消費される。今はまだ全然消費されていないけど、いつかは消費され始めるんだ。 こう思っている市場を表しているのがこの記事のタイトルの d ィ l イル e d Spending です。市場に期待があるときはまだいいんです。ブラックフライデーもサイバーマンデーも不発だったのに期待という名の希望があるからこそ株価も上昇し消費者のセンチメントもまだ悪化しません。問題はこの期待が完全に絶望へと切り替わる瞬間です。小売業者が頼りにしているクリスマスは売り上げを伸ばす重要な時期なのに低調なスタートとなっている。同じく火曜日に発表された PWC の別の調査によると今年のクリスマス 商戦は例年から13%減少して200億ポンドになると予想されている生活費危機により多くの家計のクリスマス支出に打撃が発生しており 消費者の回復力が試されている。消費支出が縮小している市場の中で、小売業者たちは激しく競争しており、在庫を一斉する必要があるため、大安売りの期間が長期化する可能性が高い。まずこの生活費が高くなったことを、生活費危機と呼んでいますが、そもそも生活費が高くなったことは問題ではないんです。米国の物価は基本的に右肩上がりなので、生活費が上がること自体は問題ではなく、生活費以上の賃金がないことが問題なんです。これも平均時給だけが 問題ではなく平均労働時間も合わせてみることが重要となりますこの物価上昇率以上に賃金上昇率が伸びない今のこの状況が長く続くとこのままいけば年末調整に消費者の需要がガクンと下がることになりますがこの需要低下によって市場はインフレがまた下がったと喜ぶことになりますしかしながらそのうち一部の市場参加者もこの需要低迷の速度に違和感を覚え始めることになりますそれでも大多数の人たちはこれは消費が出遅れているだけで低調の スタートを切っているだけだけと思ううでしょうそしてこの最後の文章の支出縮小とありますがこれはつまりデフレが迫って生きていることを示唆しており小売業界は年末商戦の後で売れ残った商品を見て愕然とすることになりますこのチャートをご覧くださいこれは青が小売売上高で左軸赤は平均時給かける平均労働時間で右軸でどちらも前年度月比で示しています青が小売業界の売上上昇率で赤は平均賃金上昇率と見ていただければと思いますがこ これら青と赤は基本的に強い相関関係を示しますなぜなら小売業界というのは膨大な労働市場の多数を占めているからでこの小売業界が低迷すると労働市場も低迷しまずはこの平均賃金上昇率が悪化してその後で失業率が上昇することになりますですのでこのチャートが示すように青が低下すると赤も低下しまた青上昇で赤上昇も発生します問題はこの青線と赤線が黒線を下回って下落するとグレーの領域が示 リセッションが起きることがわかっていますそして現在この青線も赤線も長期トレンドとしては急激な下落を発生させていることがわかります果たしてこの需要の崩壊はいつまで続くのでしょうか このヒントとして、この需要に最も影響を与える因子が原油となります。次の物語は供給過剰の影響がサウジの減産を上回り、原油市場は低迷という昨日発行された記事に物語は移っていきます。原油価格を維持でも上昇させたいサウジとしては現在の状況はかなり絶望的です。現在全世界の人々がインフレと戦っており、ほんの少しでも物価上昇率が落ちてほしいと願っている中で物価が下がってきているのは高金利のおかげだと思っている。 かもししれませんんががが実際には世界的的ななな需要が消滅していることが根本的な原因なんですだからサウジが減産している以上に原油の需要がなくなってきているんです世界中の商品やサービスは原油価格と密接に関係しています商品を作るにも商品を運ぶにしてもまた飛行機に乗ったりレストランで食べたり全ての行動はエネルギーがないと成立しませんですので原油価格が下落しているということはこれら商品やサービスの需要が落ちているからなんですこのの原油需要の弱 が目立つ中米国の原油先物相場は4日続落し5ヶ月ぶりの安値をつけた先物トレーダーらは OPEC プラスの新たな輸出制限が原油価格を上げるとは到底思っていない今年は OPEC プラス外からの生産が一貫して予想を上回っており市場の強き姿勢を弱めている通常産油国がここまで減産すれば原油価格は上昇するかもしくは下落は止まるんですでも先物トレーダーたちがもうすでに理解し始めているようです何かとても 説もないことが迫っているとこのチャートをご覧くださいこれは青が米国のガソリン価格で左軸赤は先ほどの平均賃金上昇率を右軸でどちらも前年同月比で示しています ここも基本的には綺麗な相関関係を示していることがわかります。青が上昇すれば赤も上昇し、青減少で赤減少です。なぜなら消費者というのは従業員でもあり、彼らは賃金が減少してきてマネーがなくなれば何を削減するのでしょうか大屋さんに行って家賃を少なくしてもらえますかそれともスーパーに行って食料品の値下げ交渉をしますかこんなことをするのは大阪のおばちゃんくらいです。普通はそんなことやらないんです。じゃあ賃金が減少したらどうするか外出するのをやめて外出をやめ たりレジャーの頻度を落とすすんですつまり外出頻度が少なくなってガソリン需要が落ちるんですだから平均賃金上昇率が下がればガソリン価格も下がり青と赤は同じタイミングで下落していくんですもう一度言いますが現在の青と赤は急激に下がってきておりサウジが何をしようともいくら減産しようともエネルギー価格が下落するほどシステムの中の需要が一気に消滅していることを示しているんですではこのシステムの中枢はどうなっているのでしょうか次の物語 はレポ市場の急騰で2019年9月に発生した米国資金難の記憶が呼び起こされるという昨日発行された記事に物語は移っていきますこの記事は若干難しいのですができる限りわかりやすく解説していきますこの記事では2019年9月が現在とよく似ている金利が高騰するリスクがあるので高金利によって債券市場も株式市場も同時崩壊するのでは簡単に言うとこのようなことを言っていますがこの記事を書いた記者は少し間違っています2019年の9月に何が起きたの かとといいうとあの時金利上昇にみんんながビクビククしていたんですもうコロナショックの恐怖で忘れ去られていますが当時はレポ市場が急騰して金利が上昇するのではと恐れられていましたそして今回もレポ市場が急騰しており今回も金利が上昇するのではと思うかもしれませんが当時と今回では決定的な違いがあるんです先週後半から歪みが出現し始めている11月は大量の債券が買われ米国債市場の上昇を引き起こしたこれは市場参加者が国債を担保 担保に短期の貸し借りを行うレポ市場での資金需要の急増につながった覚えておいていただきたいのは銀行システムというのは国債によって担保されているんです一般の投資家である我々は国債を担保にお金を借りたり何かを取引したりということはありませんが銀行システムの担保は米国債で特に瞬間的な短期債のような超流動的な高品質の債券が担保となりますこの超短期債がなければこのシステムは機能しませんのでこれを耐えるように必要とするんですですのでこの米国銀行システムな で問題となるのがこれが大量に発行され過ぎた時に何が起きるのかですが金利が急騰することになるんですこれが2019年9月に起きたことです今と状況が違うんです当時政府借入れの増加で銀行の準備金不足が悪化 この準備金不足は FRB が大量の買い入れを停止したことで発生したが、このギャップは米国債と投資家が補わなければいけなかった。これにより、ウォール街が日常的な資金調達に使っている1日もののオーバーナイトレポ金利は一時的に5倍の10%にまで上昇した。つまりシステムに大きなストレスがかかったということです。そしてその次の文章に記載があるように、これによって FRB は一時的に基準金利が制御不能になり、最終的には市場を安定させるため市場介入し、結局レポ買い。 つまり国債の大量買いを再開したこれは2019年という年は2020年のコロナショックによって書き消されていますが非常に危険な年だったんですそもそも FRB が国債を大量に買っていたから保たれていた金衡が購入をストップしたおかげで一気に需要がなくなり国債価格が低迷し金利が急騰したんですおそらくコロナショックがなければそれなりの大きな金融システムダウンがこの時起きていたと個人的には思っていますそれでも先ほど申し上げたようにコロナショックで結局経済が崩壊しかけて FRB が FRB が大量の金融緩和を実行し、国債を大量購入して金利を下げたので事なきを得ました。それでは現在のリバレポ市場を見ていきましょう。この市場を見ると今後の金利の動きがわかります。基本的にはリバレポとは国債を担保にキャッシュを借り入れます。もう少し噛み砕くと民間の金融機関が FRB に国債を担保にお金を置いておくんです。そうすると金融機関はほぼ政策金利と同じぐらいの金利を手に入れられます。このチャートは青がリバレポ市場の残高で、つまり民間銀行が FRB RB に貸している額で赤はインフレ率を示しています見てお分かりの通り赤のインフレ率が急騰すると同時に市場はこれから金利が上がるからそうなると経済は停滞するだから経済は停滞するなら政策金利はほぼもらえるリバレポ市場にお金を預けておこうということで2兆4000億ドルもの資金が銀行から送られましたつまりこのリバレポ市場はほぼ MMF と同じで金利が高くなるとリバレポ市場の残高も増えるんですしかしながら現在のリバレポ市場 は急激に落ち込んでいますこれは今後金利が急激に下がってくることを意味している一方で金融機関が現金比率を高めていることがわかりますだからこのチャンネルでは単純にお金を儲けたいだけなんだったら TMF のような ETF を買っておけばいいというふうに言ってきたんですただ金融機関も皆さんも同じですが皆さんが現金比率を高める時というのはどういう時でしょうか今後大きなストレスが降ってくる時です金融機関は今 何を思っているんでしょうか物語はだんだんとクライマックスに近づいてきました。次の物語は、ウェルズ・ファーゴ CEO、FRB が設定する資産上限は最終的には激痛を引き起こすと発言。という本日発行された記事に物語は移っていきますが、激痛を引き起こすのはおそらくウェルズ・ファーゴの CEO が思っているよりもっと早いかもしれません。CEO は火曜日このように発言した。 預金のの動向や融資資需要の状況を考えると資産上限限はは重大な制限にはなな制にっていないこれまでもそうだったし、これからもそうなるだろう。このアセットキャップで検索いただければ、過去ウェルズファーゴのビジネスがいかに制限されていたかご理解いただけると思いますが、ウェルズファーゴは現在国債などの資産を買いたいと思ってもルール書を変えないんです。政府がこの銀行の資産規模を限定して、ある一定以上の資産を持てないようにしているんです。これは次の金融危機が起きた時に非常に大きな問題と とな,るんですなぜなら多くの人、投資家が金融危機が来ているから資産を現金に変えて銀行に預金として置いていくことになりますがこの時ウェルズファーゴはこれらの預金を処理できないんです銀行なのに預金を受け入れることができないんですなぜなら資産上限があるからですこれは JP モルガンも同じで今はまだ資産上限に対してまだ余裕がありますがそのうち大量の預金が来るとき大きな問題となるんですですので注目すべきは政府がウェルズファーゴに対してこの資産上限の撤廃を実行するのかです ただなぜここを注目すべきかですが。 もし上限が撤廃されれば、ウェルズファーゴはすぐに膨大な額の国債を買いに行けるんです。米国第4位の銀行、ウェルズファーゴは CEO の在職期間よりも長い5年以上、2017年末に FRB の資産規模制限が課されている。この処分は7年前のフェイク口座などの銀行の一連の不祥事に関連している。ウェルズファーゴの幹部らはこの制限が2025年まで続くと非公式に予想しているという。この内容は非公式ですが2025年という確実にリセッションを ままたぐかもしくはリセッション真っ只中になりますが要はこの時政府は金融機関に何をしてほしいのかというともちろん大量の国債を金融機関に買ってほしいんですしかしながらこの資産上限があると本来ウェルズファーゴが買えたはずの国債が買われなくなりその分金利が上昇してしまうもしくはリセッションになって FRB が利下げをしても金利が思ったほど下がらないといった現象が起きてしまうんですこれは政府としても FRB としても絶対に起きてほしくない現象なんですでですので資産 上限というのはウェルズ・パーゴも JP モルガンもそうですが巨大銀行が国債を購入するのを阻みリセッションで金利を下げないといけないのに思ったほど下がらない最悪金利が上昇してしまうシステム上の痛みが発生してしまうんですしかしその痛みは実はもうすでに始まっているのかもしれません物語のクライマックスは求人数は2年ぶり低水準 景気低迷で FRB は歓迎という本日発行された記事に物語は移っていきますこの求人件数は財務省トップのイエレン財務長官が大好きな指標ですが 火曜日に労働統計局の求人件数調査ジョルツでは、求人数は前月の下方修正した940万人から11月は870万人に減少した。この数字は全こコノミスト予想を下回り、減少はセクター全体にわたって広範囲に広がっていた。なぜこのジョルツ求人件数が重要なのかというと、この求人件数が高い時はリストラが多少あっても吸収できるんです。しかしながらこの求人件数が低下してくると、次に起きるのは失業率の上昇です。もう少し深 ししていきましょう昨年のピーク時には毎月400万人以上が仕事を辞めていたこれはほとんどの前はるかにいい給料で新しい転職先を確保できるという自信を反映していたしかし現在はこの数値は安定し低下してきている総雇用に占める自発的離職者の割合を示すいわゆる離職率は4ヶ月連続で2021年初旬以来の低水準を記録した経営側が採用を縮小し賃金の伸びが鈍化する中労働市場がどれだけ長く堅 な個人消費を下支えするかは不透明だここです これまで警告してきたように、今はまだクレカの借金を使うでも、とにかく個人消費がありましたが、これは労働市場が冷え込むとすぐに崩壊していくことになります。この労働市場が冷え込んで求人件数が悪化してくると、これは直接的に株式市場へも暴落という名のクリスマスプレゼントを渡すことになります。このチャートをご覧ください。これは青がジョブオープニング求人件数で左軸、赤は全米株のウィルシャー5000を右軸で表しています。株価はまさに求人件数で、求人件数はまさに株価なんです。 見てわかる通り綺麗な相関関係を示していますこの意味は労働市場が悪化するということは企業利益が減少するということで企業利益が減少するということは株価も悪影響を受けることになるからです今は株価は大きな動きを見せていませんがこの求人件数が今のペースで下がっていけば個人的にも下がっていくと思っていますがこの赤線も右肩下がりになっていくことになるんですそして今夜22時からロジャーパパさんと初めてコラボライブを実施しますが雇用統計ライブでワイワイ話していきたいと思います ここで出てくる失業者数は今後さらに上昇していくことになりますこのチャートは青が求人件数で左軸赤は失業保険新規申請件数を右軸で対数表示にて表していますこれを見てわかるとおり青の求人件数が下がってくると赤の失業者数は一気に増加することが分かっていますこのタイミングこそ巨大なデフレの入り口となるんです本日の動画はここまで 今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいですまたまだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録および通知ボタンの設定をいただければ米国株投資で重要な記事を速報レベルで毎日無料でご視聴いただきますそれでは終わります最後までご視聴頂きましてありがとうございました